うわ、中央広場の直前。公開処刑はこの奥か。何をしているガク様ら、屋内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。もうこいつら、まさか不穏分子の仲間か。やるしかないな。行くぞ。剣が通るの、あの鎧の人は。大丈夫だよね。ああ、早く片付けて助け出そう。放っている暇があるなら、目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。パスを止められる。くそ、次から次へと。ジルファ、マジでジルファさん、ねえ、大丈夫、間に合わない。どういう感じ今。公開処刑って、あ、やっぱこういう系か、貼り付け系か。待って、うわ、もうボロボロじゃん。我が秩序のもとに生きることを許されし、すべてのものに命ずる。我スルド、ガナベルとファルキリスの声を聞け。見よ。あ、こんな人なんだ。ここに我が秩序を脅かさんと試みた者や、企てが愚かなら、それを隠し仰せると考えたも愚か。すべてのダナは今一度心に刻むべし。かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。ちょっと。さてさて、哀れな石突きよ。最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そうと思う。お前の仲間はどこにいる？それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間はある。お前がその気になるか、仲間の方から出てくるか、一つ試してみよう。もう痛めつけるとか。そろそろ舌もほぐれてきたのではないか。何を話せばいい。まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか、確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきた。ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。ロボ、たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。戦いに犠牲はつきものだというやつがいた。多分そうなんだ。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。
戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。やだ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 。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。スルドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。ねえちょっとロー君、早くナイス。もはやわしらも早くして。生きてるかよ親父。ロー、お前なんでこんなこと俺が。もう俺は今昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。大丈夫かな。この人何ができるんだろう。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはず。知ってるっちゅうことか。ちゃんと担当者は後で罰せねばなるまいな。何、まあよい。担当者本来の目的は達せられたようだからな。ああ、わしらのこと。来た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 。ジェリファー、お前がカラグリアのアルペンか。名前知られとる。裏切り者にダナの魔女とは面白い。ダナの魔女知っとるやん。友なんかじゃない、仲間だ。我々もいるぞ。あ、ナイス。でもなんかここまでやっちゃったら大変じゃない。みんな立場大変じゃない。ヘネック無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。ここで？するとガナベルト。う、高いところからいらっしゃるけど。マスターコアの輝きが、これは何？メネック。認証なしで今動いてんの？もう少し引っ張るつもりだった。ちょっと待って、どういうこと？え？何すんの？マスターコア。え？どういうこと？同士の共鳴とは。ご苦労だった。下がれ。は？は？は？ファルキリスがこの人じゃないってこと？それじゃああんたが。メネック。いかにも。嘘でしょ？マジで言ってんの？あ、見た目は。私がシスロディアのスルド、ガナベルとファルキリスだ。レナのスルドだから、ダナの指導者。いろいろできてたんだ。お互い素性を隠すのは得意と見えるが、ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる程度。マジだか。狙いは俺だったのか。アルベ、間に合う、間に合う。おやじ、おやじ、お願い。特製の毒だ。はあ、波の治癒術では追いつかない。マジな、もう趣味悪けどが。長気にやむな諸君、皆ここで死ぬのだから。
絶対か、絶対負けねえ。早くしないと、シルパが戦わずに脱出は無理よ。アルペ、ちょっと待って、こっちから。おー、なんだ、クーハでしょ。なんで、ね、オーバーリミッツ、オーバーリミッツ来ました。これは胸が高まりますもん、高まりますもん。オーバーリミッツ久しぶりだね。ゼステリア、ベルセリアなかったもんね。どう、 AG を消費しなくなる。いいね、いいね。なんかボタン押すってこと？勝手になった今。騎王儀、あ、騎王儀。オーバーリミッツ状態に敵に術技を上げ、2つを長押しする。たら終了する。そのゲージはどこにあるの？あ、あるあるある。待って待って待って、全然聞いてなくない？全然聞いてないよ。使うってこと？切り開く。燃焼。はい。おお。早手の。あ、三匹一品にやった。待て待て待て、全然避けないんだよ。一回終わると避けないんだよね。くそ、数が多い。怪我人を守りながらでは不利だわ。おやせ、しっかりしろよ。体の色おかしいよ。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様が。煙玉、そんな便利なもの。すごい、逃げるの上手ね。逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電はすまい。歓迎の準備をして待つとしよう。ジルワさん、解毒できるの？薬とかあんのかな？大丈夫？逃げられたの？っていうよりはあんまり追ってこなかったっていう感じよね、これ。ジルワさん、やだやだ。ここもいつ追ってが来るとも限らん、うん、ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。戻ってっていう感じだけどね。だって知ってるわけじゃん、メネックは。ジルファ、一刻も早く隠れ家に行こう。よかった、もうさすがのわしもこのまま行くわ。やだ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 、見てたのみんなも。いい、話しかけられるんかい。ああ、そうね、みんなに響いてくれてたら嬉しい。みんなに響いて、いや、もう私だって泣いてるよ。うん、やだ。ありがとう、ジオ。親父、目開けろ、親父。リカバーでもダメなの？毒の進行が止まらない。ダメなんだ。姫よ、ジルファ。すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか。ああ、いる、いるよ。だから。ロウ、見えない。いるのか、ロウ。ロウ、俺はお前に。親父、冗談だろ。まだ何も何も。
以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。いやもう全てがうまい感じに言ってただろうよ。俺は行く。ロウ、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。私だって許せないよ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どの道スルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。でも言って、ジルファの仇を討ちたいのはお前だけじゃない。ちゃんと作戦立てよ。それに今あいつを倒せないなら、きっとこの先もずっと倒せないよ。どういう算段でいくの。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょうね。いいこと、やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びた。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が。そうなんだ。メネック、いやスルドも知らない、そうなんだ。よし行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。うん、アーローが仲間になった。文句っていうことよね。アウェイクニング、のけぞることなく攻撃を受け続ける、超集中状態。うん、文句か。文句、いやチャットがさ、本当に私見逃しそうで怖いんですけど、ちょっと使ってみたいな。うん、あ、4人乗った。破壊の一撃。あいつ、うん、ジルバさん、いやだってもうなんかさ、ジルバさん、1012、弾、あーこれいいんじゃない。 AG プラスとかあったら嬉しいから、ちょっと我慢するか。これぐらいいってもいいかな。あ、そう、チャット見よ。肩、縦砕き。言い忘れてたけどよ、もしやたら守りが固い敵が出てきたら任せてくれていいぜ。へえ。守りが、あ、崩すっていうこと？盾とか持った相手ってこと？盾でも甲羅でも何でもさ、そういうやつは正面から殴ったって大体防がれちまうだろ。何か策でもあるの？そんな大層なもんじゃねえけど、硬いもんをぶち割るのは得意なんだ。え、割るんだ。力を集中してある一点に叩き込むんだ。うまく説明できねえけど、大抵それで打ち砕ける。本当に？精霊術でもないのにそんなこと。できると言ってるんだ、信じよう。 ありがとよ。ま、今一番拳を叩き込んでやりたいのはガナベルトのやつの面だけど。ふーん、まあ、それその機会ならすぐ来るさ。まにそれ。もうこれもさ、ただで欲しいんだけど、この人はここの人の仲間じゃないから商売をしているって言われなんですよ。もしかして小麦30個まで。そんな予感がしますね。あ、増えるじゃん。なんで君はさ、装備してからここに来ないんですか？装備してから来てよ。あ、タリトラーン！くボルボロスみたいな感じ。文
ークってテイルズなんかいたっけ。シンフォニアしか思いつかないんだけど。ね、ジルファさん、ジルファさん、もうみんなに火が灯ったんだったらジルファさんは生き続ける、みんなの中に。いや、何枚も上手だったね。いや、もうマジジルファさん、いや、もう本当にもうずっと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 会った時からずっとジルファさん長生きしてってずっと思ってた。明らかにジルファさん、明らかにテンションが低くて申し訳ない。刷り込まれた少年、あんな騒ぎがあったのに何も変わった様子がない。ジルファの言葉を聞いて誰も何も感じなかったの？どこに蛇の目がいるかもわからないんだ。密告が怖くて何かするなんてできっこねえよ。それに奴隷としての暮らしが長く続くと立ち上がるという考え自体が出てこなくなるんだ。カラグリアの人たちがそうだった。牙を抜かれて人頼みになった連中に何かを要求する資格なんてないわ。シスロディアじゃ牙を守ることも難しいんだよ。それに好き好んで死にたいやつばかりじゃねえし。それでもスルドを倒せばきっと何か変わるはずだ。うん、そうだよね。どうなんだろうね。だって300年じゃん。どこに行けばいいのこれ。中央か。なんか次の人が出てきても。さあ目的地に着いたわよ。ジルファの死、カナベルトの野郎、くそ、敵があまり見当たらない。どういうこと？俺たちが逃げるはずないと踏んで待ち構えているのかもな。だったらお望み通り乗り込んでぶちのめしてやる。多分広場の奥のリベールの極東だと思うよ。あれがスルドの館だから。あの光を集めてる修霊機のある建物だな。用心しなさい。こちらに治癒術があるのを見越してあんな毒を仕込むなんて、あの男相当危険だわ。確かにね。あいつは危険なんかじゃねえ、ただの陰険陰湿野郎だ。スルドを甘く見ない方がいいと言ってるの。他にもどんなことをしてくるかわからない、うんうん、そういうことね。それに後悔や戸惑いはあの男を喜ばせるだけよ。そっか。かったよ親父。最後に何を言おうとしたんだ。それを想像できるほど俺はあんたの言葉を交わしてないのに。なんて戦わなきゃいけないかと。さっき何言いかけたっけ。どきなさい。意外かげ。あ、やめそう。撃つ前に殴ったのすごいね。いないから。あ、くっ早いんよストライク。力の差も測れなかったの ね、 ね、今のタイミングでまさかと思うけど出てないよね。出てないね。戻れない。これは本当にいけるの？攻撃あるのに。多分思い出した。さ、ここまで人を疑って生きてきてるからさ、もしスルドがいなくなってもなんかどうみんな人を信じて生きていくんかなって、なんか腹の探り合いはもう治らなさそう。元からそういう人間の人っているじゃん、性格的に。
治らなくない？任せろ。はい。あ、ブーストアタック。そのブーストアタックはどうするんでいい？どんな走行だろうと無駄だ。あの盾を何とかするっていうの？あ、こういうか。ここは彼に任せましょう。盾があろうとぶち抜いてやる。ありがとうございます。使えてくれて。これで新しい武器作れないかな。あ、本当？じゃ戻るか。作れないかなって言ってくれるの本当ありがたい。これちょうど作れるじゃん。やった。いや本当助かる。あ、なんだ？アームズコレクターなるほど。あ、やったー、嬉しい。よし、メネックの毒波に倒れるジルファ、メネックこそシスロディアのスルド、ガナベルトその人であり、すべては真のレナの脅威であるアルフェンを誘い出すための罠だったのだ。悲しみに暮れつつ、アルフェンらはロード共にガナベルトの待つリベールの極東に向かう。この奥にガナベルトがいるんだな。ロー、道はわかるか？ここはレナの城だ。ダナの使いっ走りなんか入れるもんか。そうか。ものすごい精霊力、押しつぶされそう。わかるのか？この建物中に充満してる。奥ほど強くなってるみたい。修霊機のせいね。きっと大量の精霊力が蓄えられているはず。きつい？使われたら面倒なことになるわ。そうなると思っておいた方が良さそうだな。なんだっていい、全部ぶん殴ってやる。やっぱ体力あるんかな。簡単に行かしてくれるんかね、リベールの極東。うん、ファストトラベル。そんな道まで教えてくれる？でも多分行けないんだろうね。あのエレベーター使えないよっていうのが入るかも。うん、鍵かスイッチか、端から行きましょう。うわこういう感じのダンジョンみたいですね。これは任せろ。え、あ、そういう系？ CP 系？ CP 系か、いくつ？ 2,3,4,11 か。まあとりあえずオレンジ組はあるし、うん、なんだったら途中で出てもいいんじゃないかな。今だよ。アルフェン、収縮、ライト。おお、そう、あの近接がさ、二人になったから見応えがある。俺は止められねえぜ。行かないよ。ヒエオウギが行ける予感がする。あ、行けなかった。ヒエオウギとは。怪我はなかった？同じスルドの城といっても。イエ様とは全然違うな、ね、主の好みはあるでしょうね。レナらしいかはともかく、そんなの作らされたのがタナ人で、レナの好みなんて知らないからだよ。なんだっていい、さっさとガナベルトのいる最上階に行くぞ。ん、おい、塔の扉を開ける装置、うん、あ、そういうこと。とどめだ、灼熱のバーンストライク。バーンストライク。バーンストライクきた。ハードパンチ。
オーバーリミットになりやすくなる。いいね、武道家っぽいね。いやもうスキルパネルがワクワクするようになるね。ワクワクするな。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。